もしも歴史の教科書から一人の天才を抹消できるとしたら、あなたは誰を選びますか？原爆開発にも関わった IQ300 の天才ジョン・フォン・ノイマン、デッサンのために死体を解剖したレオナルド・ダ・ヴィンチ、彼らのようなマッドサイエンティストでしょうか？それとも才能を悪性に使ったアドルフ・ヒトラーやスターリンでしょうか？それもいいでしょう。しかし私なら迷わずアイザック・ニュートンを選びます。彼が発見した運動力学微分積分法は、中学まで勉強で無双していた私を地獄の底まで失墜させたのですから。皆さんこんにちは、ジャメブです。突然ですが、あなたは天才が好きですか？私は嫌いでした。なんせこっちが100努力したことを1の労力でやってのけたり、澄ました顔でとんでもない成果を上げたりする。だから遠ざけた。天才は先天的だ、住んでる世界が違うと彼らを神格化し腫れ物扱いしたんです。しかしこれは私だけではないはずです。その証拠に、多くの人は天才の行動考えを理解しようとするよりも、アインシュタインの脳はグリア細胞が2倍ある、ニコラテスラの IQ は240だなどと、天才を天才たらしめる才能にばかり目を向ける。自分がそうなるにはどうしたらいいのか、自分の行動で変えるべき点はないか、そこには一切目を向けません。しかし私の動画を見てくださっているあなたは違うはずです。彼らがどのような環境で育ち、何を見てどう考えたのか、自分の能力アップに生きることは何か、その情報を求めていらっしゃると思います。安心してください。今日は私が憎んだ大天才ニュートンという人物を、湯川秀樹氏の著書天才の世界を参考に解剖し、あなたの行動に活かせるマインドセット、習慣まで落とし込みます。この本自体は1973年に書かれた古い本ですが、今も文庫化され知る人ぞ知る名著となっています。本質は変わることはありません。もしあなたが何か一つの分野で圧倒的な成果を残したい、目標を達成したい、天才の裏側を知りたい、このように考えているなら、この動画はお役に立てると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。さあ本日の目次です。生まれつきの天才ではないニュートンという人物がいかにして天才になり上がったのか、その特性、習慣に迫ってまいりましょう。まずニュートンのことをそれほど知らない人のために、彼のことを1分程度でまとめます。先ほど申し上げました、ニュートンは生まれつきの天才ではありません。しかもその境遇はかなり厳しいものだったといいます。裕福な農家出身でありながら、父親は彼が生まれる3ヶ月前に他界し、母親はニュートンが3歳の時に再婚相手と同居するため彼を見捨てたそうです。これだけでもグレるには十分な環境ですよね。しかしそれだけではありません。彼は1リットルサイズのマグカップに入るほどの未熟児として生まれたんです。あなたなら想像ができるでしょう。親がいない上、体が小さい子供が周りの子供たちの目にどう映るのか。そう、ニュートンは当然のようにキーの目で見られ、いじめの対象になりました。よくある話ですが、普通の人はここでリタイアです。自己肯定感が失われ、よくても一般人、下手をすれば一生落ちこぼれとして生きていくことになるでしょう。ただ彼はそうなっていません。逆境を乗り越え、他を寄せつけない天才へと変貌します。あとは皆さんご存知の通りです。22歳の時にはリンゴが落ちる様子を見て万有引力をひらめき、31歳には微分積分法を発見しました。また虹の色を7色に分類したのもニュートンの功績というから、やばいですよね。では何が彼を凡人から天才へと変貌させたのか、今日はその特性に迫っていきましょう。ニュートンを天才へと押し上げた特性1つ目、それは圧倒的な集中力。湯川秀樹氏の著書天才の世界の中でも、ニュートンの異常な集中力を示したエピソードが書かれていましたので、一部紹介させてください。それは学校からの帰り道でのこと。ニュートンの家は小学校からかなりの距離があったので、彼は馬に乗って登校していたそうなんですが、ニュートンはアイデアが浮かんだと言い、途中で馬を降り、靴輪を引きながら歩き始めた。数時間後です。家に着いた際、ふと後ろを見ると、そこに馬はいなかったそうな。彼は靴輪のみを引いて馬に気づかず歩き続けたんです。いや、あんな大きい動物どうやったら忘れんねんと突っ込みを入れたくなりましたが、逆に言えばです、それだけ深く集中しながら歩いたと言い換えることもできますよね。そう、現代でいうゾーン状態に無意識に入れたのがニュートンでした。彼は幼少期一人で孤独な時間を過ごし、内なる自分との対話を続けてきたと言います。そしてその過程で深い集中力を身につけていったと言われています。孤独という概念は人間関係の希薄さというマイナス面が目立ちますが、一方で自分に集中する時間を無意識に作ることができると捉えることもできるわけです。将棋の天才羽生善治氏も著書決断力にて、集中力は一朝一夕で身につくものではない、鍛えることでしか高めることはできない、そう語っています。あなたも孤独な時間を持ちましょう。
と言いたいところですが、正直現代に生きる私たちにとってその難易度はニュートンが生きた時代よりもはるかに難しい。スマホがあり、好きな動画があり、いつでもうまい飯が食える、こんな環境があれば頭の中は様々な欲で支配されてしまうことでしょう。月並みなことを言いますが、あえて何も考えない、何か一つのことに徹底的に思考を巡らせる、このような時間を強制的に作ってみてください。私の場合は環境を作るためにスマホを12時間タイムロックコンテナに入れたり、集中力を高めるため図書館で作業したりしています。孤独を強制的に作り上げる、その行動は集中力を高め天才への扉を開く鍵になるかもしれません。ニュートンを押し上げた特性2つ目、持続性。先ほどお伝えした天才への扉、集中力は持続性とセットでなければ動くことはあっても扉が開くまではいかないでしょう。集中力というのは割と波があるものです。たまにはめちゃくちゃ集中できたという日は誰しもがあると思います。私もたまに湖の底にゆっくり沈んでいくような極限の集中状態、フローに入れて喜んでいますが、これを365日続けられるのが天才です。受験勉強でも同じですよね。たまに集中した人と毎日極限に集中した人では1年後の成果は目に見えて異なることでしょう。ニュートンの大発見、万有引力の法則も実は持続的な思考によって導かれたと言われています。リンゴが落ちるのを見て突発的にアイデアが降りてきたと勘違いしている人も多いですが、これは完全なる誤解です。天才を遠ざけて見ているからこそこんな話は出回ってしまう。彼は発見に至るまで18ヶ月間毎日そのことばかりを考えていました。質量を有する全ての物体の間には普遍的に力が作用しているのではないか、月は地球に惹かれて回っているのではないかと、偶然ひらめいたきっかけがリンゴだった、ただそれだけです。微分積分法など彼が成功したものを見てみると、10日でも3ヶ月でもずっと同じことを持続的に考えていたと著書には書かれています。そしてニュートンは後に成功の秘訣を尋ねてくる人にはこう言ったそうです。成果を上げる秘訣はいつもいつも考え続けることだと。これはニュートンだけではありません。現代コンピューターの父ジョン・フォン・ノイマンが1日4時間の睡眠時間以外は常に思考を続けていたという話は有名です。もしあなたが天才へ近づきたいなら、常に成果を上げるためにはどうしたらいいのか、これを考え続けてください。そのことばかりを思考し行動しているうちに、その行動の質は上がっていくことでしょう。量質転換という概念です。何百回も卵の殻を剥いていると、殻を剥くスピードが上がるように、何回も集中をする習慣を続けているとその持続時間は長くなる。そしてさらに質の高い集中ができるようになります。とにかく一つのことを考え続けてください。頭を使って考え抜いてください。やがてそれは苦ではなくなり習慣となるでしょう。私も昼休みには毎日5キロ走っていますが、今や習慣となり積み上げた結果、異常な体力と精神力を身につけることができました。とにかく集中を持続させるためには、下手でもいいから毎日やること、これを意識しましょう。ニュートンを押し上げた特性3つ目、必要性。これは先ほど説明した集中とは対極にある概念であり、普通は一つの魂に同居しません。集中とは感情にとらわれず客観的に心を置いている状態。その反面、必要とは執着であり、事柄にとらわれそのことで心をかき乱した状態だからです。どうですか？真逆ですよね。何かに集中したくても執着があるがゆえ、本当にやるべきことに集中できないという人が多いのもうなずけるでしょう。あなたも覚えがあるはずです。ポルノを見たいという衝動に駆られ、なかなか勉強に身が入らなかったり、気になる人の LINE に執着するがあまり今やるべきことに集中できない時期もあったでしょう。しかしです、もし集中したいことと執着していることが同じだったらいかがでしょうか？どうですか？最強だと思いませんか？例えばニュートンの場合、物理学に執着していたがため、ゆで卵を作っている時すらそれに集中せず、近くにあった時計を熱々のお湯の中に放り込んだというエピソードがあります。彼にとって物理は執着であり、集中できるものでもあったんです。まあニュートンは自分の研究に執着しすぎるがあまり、他人の批判はめちゃくちゃ嫌っていたそうですが、これは天才の副作用的なものかもしれません。あなたが成果を上げたいことは、本当にあなたの価値観と深いところでつながっているでしょうか？本当は好きでもないことを集中して取り組んでいないですか？まずは集中できるほど好きなこと、あるいは苦い思い出があり執着しているものを探しましょう。見つかったらそこにフルベットしてください。ニュートンを押し上げた特性4つ目、進化。これは特性というには少し違うかもしれませんが、天才はほぼ全員経験している過程です。進化とはレベルを上げていけば勝手に起こる、そんな簡単なものではありません。逆境に立たされた時にこそ起こる現象です。人間の先祖アランダスピスは
元はヒレを持たないただの魚でした。そしてヒレがないためフラフラと海中をさまよい、すぐに天敵であるエンドセラスに捕食されていたといいます。しかし今私たちがここにいるということは、アランダスピスは進化したということ。さあどうしたと思いますか？彼らは成功するかわからない状況で川に逃げたんです。エンドセラスがいない環境に適応するよう長い時間をかけ進化したんです。少し話がずれたかもしれませんが、私が言いたかったのは、天才には逆境を打ち破った経験が必ずあるということ。これはニュートンもしかりです。彼はいじめを脱却するためにいじめっ子に立ち向かい打ち倒した。この経験はニュートンに自尊心を与え、何事もやればできると思わせるきっかけになったそう。あなたがもしくすぶっているのなら、何か状況を打破する行動を起こしましょう。きっとあなたの自信になるはずです。モテるためにはナンパしろと最近よく耳にしますが、ある意味正しいかもしれません。自分の殻を破る行動は、これまでの世界線ではたどり着かないあなたを生むことでしょう。もし YouTube なんて絶対無理だと思っている人がいたら、ぜひ始めてみてください。俺がフルマラソンなんて走れるわけがないという人がいたら、まずは応募してみましょう。一見無謀なチャレンジは、あなたの殻を壊し、蝶へと羽ばたくきっかけを与えてくれることでしょう。さあここまで天才の特性を4つ紹介してきましたが、いかがでしょう？あなたはこう思っていると想像します。確かに重要ではあるが、割と当たり前のことなんだよなと。わかりました。ここからは多分誰もフォーカスしたことがない視点で天才の特性を見ていきましょう。裏特性とでもしておきましょうか。天才の裏特性1つ目、自己顕示欲。正直言いましょう、天才は自己顕示欲の塊です。自己顕示欲とは、自分の存在や能力を他者にアピールし、注目を集めたい、褒められたい、そう願う欲求です。簡単に言いましょう、自慢したい気持ちです。天才はこの度合いが極めて高い。さあここで天才と呼ばれる人物をイメージしてみてください。大谷翔平、羽生結弦、アインシュタイン、エジソン、ピカソ、誰もが自分を見ろと言わんばかりにその才能をアピールしていますよね。こんなことを言うと、大谷選手はそんなんじゃないと批判されるかもしれませんが、私から言わせれば、彼は自己顕示欲の塊です。2番バッターの打ちやすさよりも、自分の盗塁の数を積み上げることに集中しているのがその証拠。悪い意味で捉える人もいるかもしれないので、私のスタンスを話しておきましょう。私はむしろ自己顕示欲が強いということは悪いことではなく、社会にとっていいこと、誰もがそうなるべきとさえ思っています。もしエジソンやアインシュタイン、レオナルド・ダ・ヴィンチが才能をすべて自分の内側で完結してしまっていたら、こう考えるとどうでしょう。もしかしたら電気を使える人は限られていたかもしれませんし、 GPS 機能は今も使えていなかったかもしれません。自己顕示欲が強いということは、他の人が価値を認めるような大きな仕事をしてやろうという意欲を当人が持っているということになるんです。ニュートンも例に漏れません。自分が発見した研究成果を他者にパクリだと言われた時は、めちゃくちゃ激怒し権利を主張したそうです。あなたも自分の成果はアピールしていきましょう。それがさらなるモチベーションにつながり、あなたの才能レベルを数段引き上げてくれることにつながります。天才の裏特性2つ目、内的葛藤。多くの人は天才を純粋無垢な存在だと思っています。しかしそれはクリエイティブな分野においては当てはまりません。彼らは濁った水晶の中でかろうじてバランスを保っている危うい存在です。言い換えると、それは矛盾する感情を内に抱えながら、どちらにも迎合せずに生きるということ。さあイメージしてみてください。あなたはタバコをやめたいと思っている。しかしタバコミュニケーションも大事だと思っている。上司にタバコ休憩に誘われた時どうしますか？私たちのような一般人は、このような矛盾する感情が生まれた時、どちらかを消してしまうことでしょう。いわゆる認知的不協和と呼ばれる心理です。ある人はタバコをやめたいという思いがありながらも、コミュニケーションも大事だななどと自分に言い聞かせ、タバコを吸う選択をしたのではないでしょうか。またある人はタバコ休憩を断り、上司との関係を切ることを望んだかもしれない。しかし天才は違います。どちらにも傾かず、ジュース休憩という新たな概念を生み出したりする。ニュートンの場合は、幼少期に捨てられたトラウマから恐れという感情を常に抱えながらも、自尊心を心の内に飼っていたといいます。恐れの感情は、他者に負けると奪われるという脅迫観念に変わり、勝つことをニュートンに意識づけました。そして自分を高めることに誇りを持つという性質が、彼を病むことなく天才へと導いたんです。ちょっと難しいですが、相反する感情が生まれた時こそチャンスです。その葛藤は歪みを作り、新たな価値観、アイデアを生むことがあるかもしれません。ここまで大天才ニュートンを引き合いに、天才に共通する特性と裏特性を話してきましたが、今日のまとめです。天才が持つ特性は4つ。1、高い集中力。2、集中の持続。3、執着。4、進化。
裏特性は2つ。1、自己顕示欲が強い。2、内的葛藤を常に抱えている。中には矛盾すると思う内容もあったかもしれません。しかし、天才は矛盾に白黒つけることにはこだわらない。あなたも天才は遺伝要因であると思いながらも、この動画を見てくださっていますよね。自分の中にある才能を信じ、ひたすら突き進んでいきましょう。その先にあなたの目指す未来はきっと待っていることでしょう。私のチャンネルでは、このように変わった視点から人生を成功へ導く方法を発信しています。もし少しでも興味が湧いたと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。